ズボン役とは、オペラにおいて、ダンスをする、女性歌手の役柄を言う。もともとは、フランスオペラの伝統だったが、有名作品では、ドイツオペラに多い。モーツァルト作曲、フィガロの結婚のケルビーの、ベートーベン作曲、フィデリオのフィデリオこと、レオノーレ、ヨハン・シュトラウス二世作曲のオペレッタ、コウモリのオルロ,ロフスキー、フンパーディンク作曲、ヘンゼルとグレーテルのヘンゼル、 リハルト・シュトラウス作曲、バラの騎士のオクタビアンが代表的。フランスオペラでは、グノー作曲、ファウストのジーベル、オフフェンバック作曲、ホフマン物語のニクラウスが有名である。上記のうち、オルロフスキーやジーベルは男性歌手が歌うこともある。これらの中には、役柄の上でも実は女性というものや、 男性と設定されているものの劇中さらに女装して二重の紛争となるものも存在し、これらは男性歌手が歌うことは稀である。10歳くらいの少年であるヘンゼルも同様である。リハルト・シトラウス作曲、アラベラの図殿下は劇中でも男装女性という設定だが、開幕早々に女性であることが明かされ、一部の登場人物だけが、 終盤はで男性と誤解し続けるという設定のため、ズボン役としてはかなり異色である。ありがとうございます。